はい、こんにちは、春だよ。今日もですね、今週のシンギュラリティをやっていこうと思います。まず最初のニュース、Google AI から3次元シーン認識用の TensorFlow のライブラリが公開されました。近年はライダーや深度カメラなど 3D センサーの、利用が一般的になってきており、ロボットだったり、自動運転車の応用がされております。3D センサー情報を深層学習に利用したいけれども、既存のほとんどのライブラリーは2次元の画像処理だったり自然言語処理だったり、まあ、いわゆるメジャーなタスク向けの機能しかなかったりします。そこで TensorFlow3D、 新しいライブラリーですね。このライブラリーは 3D センサーを深層学習に使う場合に、必要なさまざまな処理を一通り実装したライブラリーとなっているそうです。また 3D のセグマンティックセグメンテーションだったり、インスタンスセグメンテーションなども実装しており、メジャーなデータセットの、実装がサポートされているそうです。続きまして、はい、ディープニュースがトランスフォーマーを導入し精度が改善されたそうです。トランスフォーマーの実世界アプリケーションの話題ですね。ディープニュースが記事推薦モデルにトランスフォーマーを導入して精度が 80% から 90% の間くらいまで上昇したそうです。ディープニュースは深層学習を用いた記事推薦を行う B2B ビジネスをやっている会社です。今までは CNN、まあ、コンボリューショナルな、ニューラルネットワークを使った深層学習モデルで記事推薦をやっていたところ、トランスフォーマーベースのモデルに変えたところだそうです。まあ、なんでトランスフォーマーベースのモデルの方が良くなったかはまだ分かってはいないんですが、まあ、とりあえず精度が良くなったんでリリースしましたということだそうです。いや、なかなかこの間、まあそんなにこの間っていうほど最近ではないですけれども、最近出たその新しい手法というのがこうやって世界に、実世界のアプリケーションに出てるというのはなかなか面白いですね。続きまして、ディープマインドがバッチノルムを使わずにイメージネット最高精度を達成しました。バッチノルムというのは、画像処理で非常に有力であると知られている一方で、メモリーオーバーヘッドがすごく大きかったり、学習時と推論時で異なる挙動をする必要があったり、さまざまな弱点がありますと。そのためバッチノルムを使わない画像処理モデルというのがさまざまこれまで提案されてきましたが、バッチノルムを使うモデルと比べて良い精度を達成するというところまでは長らくできていませんでした。今回の論文はバッチノルムを使わないレズネットであり、 NF ネットという新しいモデルを提案してきました。イメージネットで実験をしたところ、 NF ネットがエフィシエントネットの9倍の学習速度でエフィシエントネット以上の精度を達成したということだそうです。最後、Swift for TensorFlow の開発が停止しました。まあ驚くに値しないというか、まあ、正直まだやっていたんだという感じではありますね。まあ深層学習がメジャーになった時に、さまざまな言語で深層学習のライブラリというのが登場しましたが、まあ、もはや Python と、まあ、あとは Julia が残っているくらいですかね。まあ、ライブラリー自体はあっても、エコシステムというのが残っているのが、その辺の言語ぐらいなんじゃないでしょうかね。まあ、Swift 自体が Apple 禁制の言語ということなので、まあ、積極的に使いたい言語ではないかなというのが、研究者の意見ではないでしょうか。すでに Swift をやっている人でもなければ、もう Swift で深層学習をやろうという人は、いないのかもしれません。まあそういうことで開発停止になったのは、まあうなずけるんじゃないかなと思いました。はい、今週の AI ニュースは以上です。また来週お会いしましょう。じゃあねー。